はい、どうも、こんばんは。沖縄パパでございます。はい、えー、これがね、今日の最後の配信になります。皆さん本当に一日お付き合いいただきありがとうございます。えー、まあ、いろいろなね、ニュースが入ってきているので、3つまとめてお伝えしたいと思います。はい、まず1つ目は、えー、東北新幹線で、 またおかしなことがあったみたいですね。オーバーランだそうです。しかも500メートルもオーバーランしてしまったみたいで、この影響でね、えー、いろんな、まあ、路線が止まって大変なことになったみたいですね。なんかこういうの多いですよね、最近。何なんでしょうか。なんか、線路にね、何か置いてあったみたいなこともあるんですけど、それにしてもですよね。 それにしても、多すぎです。はい。えー、多すぎです。えー、何が原因かは、まあね、いろいろとあるでしょうけど、はい。いろいろと不備なことがあるんでしょうね、きっとね。えー、まあ、なんていうのかな。ああ、利用されてた方はいい迷惑ですよね。まあ、こういうことを言うのはあれなんですけど、はい。 えー、まあ大変ですね。本当に毎日、えー、日本で何か変な事故がいっぱい起きてます。はい、えー。ちなみにね、またどっか、また車がね、何かに突っ込んだっていうようなニュースもいっぱい出てきてました。はい。えー、この辺のことはヤフーさんの国内ニュースのところをクリックしてみると、いろんなことがわかると思います。はい。えー、結構な割合でこのニュースがあー流れてますね。 はい。えー、まあ、いわゆる車が突っ込むというね。はい。なんで突っ込んでるんでしょうかね。本当に。えー、まあね。えー、そういうことでございます。残念ですけど。はい。日本はこういう国でございます。はい。えー、残念ですね。本当に。はい。えー、でもってですね、2番目なんですけど、まあ、これはね、 これは何ともまたに言えないニュースだなぁと思うんですけど、えー、ドイツのテスラの工場が停電でストップしました。はい。もともとね、あのー、いろいろね、えー、中の東のことが原因で、まあ原料が、原料っていうか材料ですね。えー、テスラの車に使うねな、何か材料が入ってこなかったんで、 元々なんかあ、工業はほぼほぼ動いていない状態だったようなんですけど、はい。えー、まあ、停電になってしまったと。はい。えー、テスラの工場だけが。はい。えー、まあ、どういうことなのかはね。はい。まあ、あ環境団体がなんかしたんではないかみたいなことも書かれておりました。まあ、まあね。まあ、 テスラさんもね、あっち行っちゃうあっちですからね。はい。まあ、そういうことです。はい、えー。マスクちゃんですね。イーロンのマスクちゃんでございます。この方もあっち側だと思いますよ。はい。なんて言ってもね、えー、ぶち上げてま,てますからね。あのー、宇宙のゴミになるようなものを。はい。もうたくさん打ち上げてますからね。 あれ本当にね、あのー、寿命が来たら宇宙のゴミですよ。まあ、まあね、なんて言うんでしょうね。そういったあっち側の人は、自分たちはね、えー、ゴミなんか出さないような、あまあ、クリーンなね、えー、グリーンな政策をしたいんだって言っておきながらやることはゴミを出すようなことばかりということですね。はい。まあ、ここら辺もね、 皆さん分かってる方は分かってると思うんですけどね。まあね、例のね、えー、ダボンダボンなね、えー、会議に出席するのはね、えー、CO2 たくさん出すね、えー、プライベートジェットですしね。で、そこでね、虫でも食べてるのかなと思ったら、なんか高級ステーキ食べてるしね。はい、言ってることとやってることが、まあ、まあ逆ですよというのがあっち側の特徴でございます。はい。 そして最後。はい、重要ですよ、これ。えー、ほんと、チョコ好きの皆さんは、今のうちに備蓄しちゃってください、チョコレート。えー、カカオ豆が1トン7000ドル超えました。えー、前ね、7000ドル超えるかな、大台乗るかなって言ってたんですけど、もう、 に超えまましたととといいうことで、えー、とんででんもなすすね価格ががり上がって一年前の3倍です。はい。一年前の3倍に、えー、カカオ豆がなりました。ということは、今後ね、えー、これ3倍になる可能性があるってことですよ、チョコレートが。まだなってないのは在庫がね、いっぱい、まあ、 こんなに高くなる前にたくさん買っといた分がね、まだあるんだと思います。はい。まあ、日本の企業はね、そういうところありますからね、半年前、一年前に、まあ、一年分とかね、その年使うものを、まあ、大量に購入しておきますから。でも、今後は、ちょっとこれわかりませんね。 1>, えー、1年前の3倍に価格が釣り上がってます。なので3倍になる可能性がございます。今まで200円で買えてたチョコレートが600円です。はい、3倍ということはね。えー、お分かりになりますよね。これチョコ好きの皆さんは大ダメージですよ。今のうちに備蓄しちゃいましょう。私も好きなんですけどね、チョコレート。はい。 チョコレート大好物なんですけどね。チョコ好きの方は本当に、えー、備蓄を早めにしないといけなくなってくれたかもしれません。なんと1年前の3倍の価格に今カカオ豆がなっておりますよということです。まあこれチョコレートだけではなくてね、あのー、なんていうの、カカオ製品ですね。カカオ豆からできている製品。 はい。ココアなんかもそうですね。あと、ココアバターっていうのもありますよね。カカオバターとかね、ココアバター。はい。こちらの方も多分値段3倍になるでしょうね。はい。豆自体がもう3倍になっちゃってるんで。はい。えー、なんでね、皆さんね、こちらの方の備蓄ですね。もうしとかないとダメですよ。はい。 まあ、チョコレートはね、あのー、長いこと置いとくと、本当に、あのー、風味が落ちるんですけど、落ちても食べれますから。はい、落ちても食べれます。で、えー、食べるのが、どうしてもね、なんか白っぽくなっちゃうの、子が吹いてたようになるの嫌だなーっていう方はあ、ホットチョコレートにするとね、 え、美味しくいただけます。お湯とかね、えー、ミルクとか、まあ、豆乳でもいいと思います。まあ、温めたものにチョコレートを溶かしてね、ホットチョコレートにしていただくという方法もありますんでね。えー、ぜひぜひ、あの、チョコレートは今のうちに備蓄してください。価格3倍でございます。3倍ですよ、3倍。はい。半端ないですね。3倍でございます。はい。 300%ですかね。はい。オリーブ油よりもね、えー、数段上に行ってますからね。えー、なんで、えー、皆さん本当に、こちらのね、カカオ豆。はい。えー、こちらの方は覚えておいてください。で、チョコレート好きな方は、今のうちに備蓄しちゃってくださいね。多分そのうち値上がりしますよ。はい。そういうことでございます。 それでは今日も一日お付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてね、皆さんも、またね、明日も一日元気なお顔でね、お会いできるのを楽しみにしております。はい。えー、ちなみにこちら昨日届いたね、聖京さんのお菓子でございます。聖京さんのお菓子っていうか、違うんですけどね、これはあ神戸スイーツポートのね、イチゴのバームクーヘンです。季節限定ででき、 出てたので、私、バウムクーヘンがダメなんですよ。ねもう大好物なんですよ。なんで、えー、どうかなと思って試しに一つ買ってみました。あと、こちらね、えー、ポエムでございます。ポエム大好きなんですよ。私、はい。えー、瀬戸家のポエムとなっております。これもね、限定で出てたので、買ってみました。はい。私の、ここ、にさ2週間のおやつぐらいになるかな。 まあそんな感じですね。それでは皆さんまたごきげんよう。おやすみなさい。沖縄おばばでーした。